ちょっと待って、助けてやれって。あ、あ、残像だ。そういうこと？この残像ってあいつに捕まっ、あ、消えちゃった。待って、うわ、今の一生後悔するじゃん。あんな目の前でさらわれちゃった。シックス大丈夫なの？待って待って待って。あ、でもなんかまだテレビついてる。あ、ダメだ、入れないのか。もうどうにもなんないもんね。どうしたらいいんだろう。どこに消えたんだ、そもそも。わあ、なんか嫌な音すんな。やっぱじゃあテレビになんかすんのかな。あ、いけそう。あ、入った。うわ、もうこれ大詰めだなと。うわうわうわ、キモ。何今の。あ、わわわわわわ、めっちゃ目ん玉あったね。あれがやっぱ今までこうやたら出てきてたシンボル的なやつなのかな。これどういうことだろう。テレビの中の世界に入ったのか、テレビを返して普通にどっかにワープしただけなのか。んでもなんか普通にワープしただけっぽいよな。ん？つうかこれどこ行くんだ。待って、どこ行くのこれ。この本棚を登る？あ、登れた。じゃあ右上か。まだあのなんかテレビの音すんだよな。あ、やっぱり。あ、じゃあどんどんテレビを使ってワープしていくのかな。ちょっとこっち開きそうじゃない？開かないか。多分そういうことだな。あれ？あ、押し込む。あ、やっぱそうだ。テレビ同士をワープできるんだ。これはこの、あ、そういえば主人公の名前やっと覚えたんだけど、モノっていう名前らしいね。だから、あれ？あ、わかった。これをあっちにして、またテレビに入ってワープするんじゃない？この主人公の名前はモノっていうらしいね。どういう意味なんだろう。で、多分、この扉開けて、そういう開き方なの。で、またここに入れば、こうなるわけだね。はいはいはい。ポータルみたいだね。いやー、シックス、無事なのか。あ、もしかしてさ、ここでさらわれたことでなんかおかしくなって、リトルナイトメア1につながるのかな。だってなんか、あ、でもな、あの時の能力と似てるような気がしないでもないんだよな。ここで変ななんか洗脳されて、あの能力が身について、で、まあなんならもう滅ぼしに行ったみたいな。いや、でも違うか。明らかに二代目おかみさんっぽかったもんな。ああ、せっかく仲間ができたのに、また一人ぼっちか。なんか本当に結局一人でいろんなことやってんだよな。これでも多分もうクリアまで合流できなさそうだよね。合流してクリアみたいな、そんな気がする。まあ、もしくは直前で合流して一緒にあいつを倒すみたいな、そんな感じかな。あ、またテレビがあるな。あそこ多分出口だよね。だから多分他のテレビを探してあそこに出るのかな。お、あ、でもこのテレビついてないな。これやっぱさ、こうやってテレビ見てて、やっぱテレビからあの謎の電波が出たことに、あ、よって中身だけこう、何これ、テレビに吸い込まれたっていうことっぽい。
なんだろうね、なんか反応するけど、つかないな。あれ、なんか、あ、しまった。電池切れかな？ん？何の音これ？なんかすごい世話しない音楽聞こえるけど。ん？これどういうこと？受け続ければ、あ、ボタン押せばいいのかい。あー、はいはいはい。で、ここに入る。いや、本当になんか急にポータルみたいになってきたんだけど。あ、ずっと持ってる。この先も使うのか。あ？あれ？ん？え、で、ここ掴まれる？あそこつける意味は？なんだ？これ降りたらどうなる？なんかでもここになんかあるよね。待って、こっちにもなかった？あるよね。どれが正規ルートなんだ？あ、でも、あ、これ帽子か。なんか警察の帽子みたいな。あ、ちょっとこの距離感なら顔見えるんじゃない？えい。あ、全然見えない。あ、でも結構見えるな。半分くらい見える。んー、やっぱでも、6っていうよりは、キッドに近い顔な気がする。ちょっと他も。あ、これとか結構顔見えるね。あ、でもなんか目ん玉ないようにすら見える。やっぱ顔が可愛いわけじゃないから、これが一番いいな。んで、でも待てよ、こっからもう登る術がないのか。一旦じゃあこっちでいいか。お？なんか下も行ける？てかこれ何の音？あ？あ、ここにテレビある。これは失敗した時用か？これさ、でもこの台車なんか使うんじゃない？そうだよね。これを、あ、わかった。一回ここに置いてから、ワープしてってことか。じゃあ先にこっちでよかったんだね。こんな感じっしょ。んで、ここに入れば。なんか一瞬映ってるなぁ。何が映ってんだろう。ほっ。ほい、オッケー。なるほどね。あ、なんか手紙だ。奥にもなんか絵書いてあるけど、なんだろうね。電波塔かな。ほっ。ほっ。オッケー。まあ、一人、てか、ここなんだ、郵便局かな？いっぱい手紙あるもんね。おっ！行け！洗濯バサミだ。ほいー。これ途中にはなんかなかったのかな？あ、でも外出れるから、なんかあるかな？こういうわけじゃない？こことか入れちゃうんじゃない？で、ここになんかあるんじゃない？あ、でも行けないか？いや、行けそう。いけるな。あ、やっぱり、え、おかみさん人形ある。あ、おかみさんの写真飾っておる。え、どういうこと？え、おかみさん人形収集要素なの？え、あ、なんかでも実おてんばさん、あの前にも会いましたよねっていう実績が出た。あ、リトルナイトメア1の話かな。この新聞もなんだろうな、目ん玉書いてあるな。なんでおかみさんのこと知ってんだろう。これからもうに行こうとしてる人なのかな。うわ、この写真もなんだろうな。いまいちよく見えないな。うわ、なんか頭残ってる。怖っ。ああ、壊れちゃった。はえー。なんか扉の奥も見えそうで見えないな。この上に乗ってんのもなんだろう。でもやっぱだんだんこう確信に迫ってる感あるから終わりは近そうだな。え、なんか物音しない？なんか声するな。なんかいるわこれ。ほらー。あー、なんかでもやっぱすごいビビビビビビビってなってる。これってこの人たちはやっぱテレビに集中してくれるから音とかでやっぱあれな、あ
あ、これテレビ消せんじゃん。ちょっと一回ちょっかいかけてみよう。うぃ。あ、え、全然気にしないんだね。ちょっとテレビ消してみっか。うぃ。あ。何それ。え、何これ。てか顔どうなってんの、マジ。なんかくぼんでるよね。テレビに吸い込まれたからああなってんのか。どういうことなんだろう。だから多分これ逆にテレビをつけた状態で引きつけておけってことかな。ついてる間は割と、あ、そうだ、何してもいいんだ。多分この先でテレビ消えてるゾーンがあるから、これを駆使しろってことかな。これ何、こう入ったら死ぬ、死ぬわけじゃない。多分テレビがついてる間は安全なんじゃないかな。やっぱ冷蔵庫は開くよね。あれ、でも何があるわけでもないか。あ、でも登れるのか。ただ登って、登っても別に意味はないのか。どうだ、あ、登れないか。はっ。うん、相変わらずキッチンいろいろ触れるけど特に意味はないのかな。あ、ここにテレビがあるな。ちょっと待って、これ大丈夫？な、どこにいんだこれ。テレビがあるが、いや、どういうことだ？でも別に、あ、まずここのテレビをつけて、あそこからワープすんのか。だから一回、ちょっと待ってよ。えい。で、ここに隠れる？来る？あー、で、あっちを消すのかな。で、こっちに気向いてる間にワープするみたいな。多分窓閉まってたもんね。これで、あ、で、一回隠れた状態でリモコンか？えい。どうなる？あ、やっぱりあっち行った。ちょっと一回様子見るか。多分、で、こっちをつけてすぐに、ちょっと様子見たいんだけどな。そうだね、あっちに引きつけられてるから、急いでここに入る。行くぞ。はっ。急げ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 。よし。あ、でもずっとこっち見てんな、この人。これもうこっち消してもいいのか。逆に消してみるか。あれ、あ、消せない。別に消せないんだ。消してやろうと思ったのに。いやー、顔どうなってんだ、マジで。すごいくぼんでる。キモすぎる。まあ、やっぱテレビが、この街の人が消えた原因っていうのは確定っぽいね。あ、ちょっと待って。でも、テレビのせいでこうなったとすると、本来この街に住んでた人たちは別に悪い人じゃない可能性あるよね。このテレビのせいでおかしくなっただけでさ、本来は普通に暮らしてたのか。でも本来のさ、この小人たちと普通の人間たちの関係ってどうだったんだろうね。あ、ここにも人いる。もともとこう、狩られる側と狩る側の立場だったのか。これさ、こっちつけたらあの人落ちていくんじゃない。うえ。つけて、こっちを消す。お、あれ、消せねえ。ほい、あれ、よし。多分落ちていくでしょう。うーわ。まあ分かりきってたけど。よいしょ。なんかでもちょっとした皮肉も感じるよな。あー、ちょっと待って。うわ。え、あ、リモコン落としたのか、もしかして。見えなかったけど。あ、落としてないわ。一回下見たから落としたのかと思った。でもほんとこう、モニターの前に張り付いてる現代人へのこう痛烈な皮肉も感じる。でも、かくいうこのゲームもテレビゲームなんだけどね。でもテレビブラウン管だよね、これ。やっぱちょっと昔っぽい感じなんだな。わあ、これ落っこちそう。急いで、急いで飛ぶ。あ、大丈夫か。お。まともな人間一人もいないのかな。全くテレビ見ないわよ、みたいな。うおー、なんかいる。で、あの人は何見てんの？あ、
もしかして電波塔近いからもう直で電波塔見てんのかな。おおおおおおなんか三つ子がいる。あ、え、なになになに、ちょっと待って、このここも気になるんだけど、関係ないか。なんかゴゴゴゴゴゴゴってなってる。あー、やっぱり電波塔も直で影響受けてんだわこれ。あららららららら、やめろ、やめるんだ、命を投げ出すんじゃない。あー、ダメだ。奥の方にもいっぱい人いるしな。なんだこれ、この人はなんかすごい粘ってるな。あ、行っちゃったなんか俺が後押ししたみたいになっちゃった。はえー、なんなんだこれは。ちょっと待って、あーやっぱ電波塔なのかな。なんかさ、しかもこの周りだけ雲がないように見えなくもない。台風の目みたいになってる気もすんだよな。あ、やっぱなんか雲が渦巻いてない？そうだよね。あ、もしかしてさ、主人公がこのなんか帽子かぶってんのも、あのテレビに顔を吸い取られないためか。ワンチャンあるな。お、びっくりした。やられたかと思った。またテレビがある。うかつにつけない方がいいのかな。大丈夫か、ちょっと、あ、でもな、一応つけとくか。なんかこの先でワープする必要が、あ、待って、タバコの煙ついてる。ということは近々吸ってたやつがいる。これは右でいいのかな。この扉は開かないね。これ何の絵だろうな暗くてわからん。ああ、またなんか嫌な。あ、でもこれはテレビの音か。あれ、ここに、ああ、これを落として落としてワープでいいのか。多分そういうこと。よいしょ。どこに出んの。でも大丈夫。おおおおすごい危ないことするね。おっと、意味ありげなレバーにセーブが入ったし、あー絶対いますね。これレバーを押したら何なんだ。何これ、エレベーターじゃないよね。これ何だろう。まあ引くしかないんですけども、電気か。あー、これあれだな、多分ここが感電するようになったんだから、これをこの帳じゃないな、なんかこれをひっぺがしたら急いであそこに走って電気を走らせる。つい、もう一個か。で、これを取ったら急いでダッシュ。こういうことだ。うーわ、え、赤ちゃん、なになに、おじさん、やばい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 、だ、危ねえ。え、これタバコ吸ってた人かな。まあちょっと捕まってみたい気もしたけど、ほい、ちょっと生存確認。ほい、大丈夫だね、大丈夫だねまあこれは仕掛けが分かりきってたからなんとかなったな。この先にもいたりする。え、この辺もやるみたいな。これは関係ねえか。なんで雨漏りしてる。まあ、最悪何かあったら、あそこに避難。うーわ、なんかもう。なんか変な音がかかった。これって今はやっぱ入れないのかな。あ、やっぱ繋がってないうちは入る。うわ、なんかもうダメだ。一回怖くなったら無理。これ何？この奥は何？絶対行きたくないんだけど。は？は？あ、こういうことか。うわー、ドゥン。あ、なんか一瞬見えたぞ。うわー、なんか人形あるし、なんだこれ、なんでこんな生えたかってんの？生ゴミ。ダストシュートってことか。まあ、我々日本人にはあまり馴染みがないですけど。あ、エレベーターのレバーだったのか。あ？これ、届かないよね。上のテレビを使えばここに入れるのか。
あ、待ってよ。これ使えば届くな。待ってよ。一回左も見て。わあ、なんか目ん玉のマークあるね。けど、多分こっちはいけないから、やっぱこれでいいんだな。でも結局どこに行くんだ？でもこれでエレベーターが開いて入れる。多分上に行けます。ただその後だよな。その後どうすんだ？結局奥の部屋に行かなきゃいけない？あの、真っ暗な。あれ？入れる？入れるか。これ危なくない？このテレビ鳴らした状態で移動すんの。敵寄ってくるやん。これをでもあっちのテレビを起動してたことによってなんとかなんのかな。あ？この階はなんだ？あ、止まった？あれ、開かね。あ、はあ、待てよ。どういうこと？多分この階で一回降りんじゃねえかな。どうにかして。ん？一回とりあえず上にエレベーターやってみるか。とりあえずこのテレビがつながって、あ、てかそうか、奥の真っ暗な場所、このエレベーターがあった場所か。あ、わかった。こうして、で、このタイミングでここ、前回と同じだね。こういうことだ。あれあれって思ったけど、別にここに来てもしょうがねえな。あ、わかった、わかった。もう一回入るじゃろ、おいで、押すじゃろ。で、一回降り切った方がいいな。降り切って、登ってる途中の、この階層で降りれるタイミングで飛び降りて、この階層に降りるんだ。っていうことでしょう、おそらく。引いて、で、即ワープして、結構すぐすぐ降りちゃっていいかな。で、そろそろ降りて、よし、急げ。あれ、あれ、あららら、なんで倒れてたの。逆か。これで、これで降りてる時かな。その方がいいのかな。押して、ワープして、で、この、あ、このタイミングか。こっちか。こで、降りる。あー、こういうことか。なるほど。わー、なんか何これ、ウサギ？ウサギか。怖っ。あー、右か。いや、ライトもないからなんか怖いな。うおー、怖っ。なんでこれだけ置いてあるんですかね。こういうのやめてほしい。このさ、子供のおもちゃ系のホラーってほんと怖いよね。ポピープレイタイムとかさ、ガーデンオブバンバンもそうだけど、意外と子供向けのキャラってほんと怖いんだよな。マクドナルドのなんか公式のさ、昔いろんなキャラいたんだけど、あれも怖えもんなって言うし、ちょっと待って、これ捨てないとダメだ。なんで持ってきたんだろう、俺。多分感電するから、水を踏まないように行けばいいのかな？こっち？違かったかな？いや、これでいいのか。ああ！ご丁寧にリモコンも落としてる。普通に便座に乗ってジャンプでいいのか。あっ、OK。んで、キー取られてますんで、あー、これ倒せるか、もしかして。一回戻れるかやってみるか。おっ、あ、戻れない。倒すのかと思ったけど違うか。一回まあ様子探るか。はっ、
多分動き回ってもバレないから、あ、普通に抜けられる。あ、これドアノブだな。ああ、あのチャブ台を使うのか。とすればやっぱりこいつ倒した方がいいよね。なんとか戻る方法ある？届かないよな。でもこっちか。あ、無理だな。一回一応ちゃぶ台取りに行ってみるか。失礼しまーす。失礼しまーす。あー、ダメだ。さすがにダメだよな、そりゃ。いや、ほんと怖いんよ、顔が。このレバーは？お、なんかよくわかんねえけど、消せた。なんで？あー、で、この人の上に落ちればいいのか？あー、そういうことだ。あ、てか電気消えたんだな。お？なんでバスタブからだったらリモコン使えたんだろう。これってここの電気はもうつかないのかな。よっ。ダメか。あとさ、ここのなんか入り口みたいなのは何？あー、でも持っていけないのか別に。じゃあ普通にこっち行くしかないか。もうちょっと絵とかも何書いてあるか見たかったけど、まあいいか。よいしょ。あっ。毎回感電で倒してんな。うわ、周回してる。え、これ落ちるしかないの？やっぱでもテレビに夢中で何にも気づかないね。これちょっと捕まってみよう。おーい、僕にも見せてくれ。いい。こんにちは。おい、あれ、お、何も気づかねえ、こいつら。そんなことあんの？これテレビ消してみるか。ほら。テレビじゃないのか、これ。何を見てんだ？テレビよりより強い何かだな。勇気を出してあっちに行ったのに。おっと？なんか見えたぞ、今。なんかここになかった、この上に。気のせい。何ここ。え、マジで何ここ。わ、なんか下も行けるし、こっちも行けるよ。なんかでも、おもちゃがいっぱいある。これ何なの？なんかこのコマよく見るけど。え、やっぱおもちゃ屋さんかこれ。ぽいな。なんかこの、リトルナイトメア2、やたらおもちゃ出てくるよね。あ、なんかこれ、感電するってことか？そうだね。ここに紐がある。テレビを消せばっていう話じゃないよな、さすがに。おお。あっちになんか水が抜ければいいんだけど。あ？テレビ消しても意味ないよね。消す必要性はない。ここは登れる？登れない。登れない。うん、どうやってここ行くんだろう。こっち行けるのは何なんだろうな。あ、このカートをなんかに使うのか。これを、あ、でもスロープになってるからやっぱ下ろすのか。これを、でもどうするかだよな。あ、あ、だだだだだ。ほっ、行け、だだだだだだ。ちょ、行き過ぎじゃない？大丈夫か？あ、でもなんかいい感じの位置に来た。あ、あ、なるほどね。傾斜があるからちゃんといい位置で止まってくれるんだ。考えられてますね。このベールとか押してちゃって大丈夫ですか？ほい。誰が来るわけでもない。あ、お、危ね。あ、あ、ここは水止まってんだ。一回こっち行かなきゃいけないのね。うーわ、また出たよ。お前ら燃やしたはずだろ。灰になったはずなのになぜいるんだい？こう、やっぱおもちゃ屋さん、なんだろうな、修理とかもしてたのかな。なんかないっすかね。帽子とかない？大丈夫？
これ左もなんかちょっと半開きなの気になるな。気にしなくていいのかな。でもなんかこの人形めちゃくちゃ怖いのに何かしてくるかっていうと別にそういうわけじゃないんだよ。すごい投げた。あ、別に何の仕掛けもないんだこの部屋で。これを拭く。でもさ、これってテレビ消えちゃわないのかな。これ時間制限とかないよね。ブレーカーにそんな仕掛けはないと信じたいが、これってなんか、うん？でもブレーカー落としたから何だった？あれ？そうだよね。こっからどうすんだろう。あ、だからやっぱこれを移動してテレビに行けるようにして、でもう一回ブレーカー入れるのかな。でもここもさ、なんか傾斜ついてたから勝手に移動すんじゃない？あれ？しない。なんかこの辺に排水口あった気がするんだけど、どう？この辺でいいのかな、本当に。まあなんとなく大丈夫そうな気もするけど、とりあえずこれでやってみっか。あ、一回これで試してみればいいんだ。テレビのとこに行けさえすればいいから。はっはっ。あ、大丈夫だね。じゃあこれで一回電源を入れよう。うわ、なんか雲じゃね。クマ動いてたりしないよな。自分で吹き飛ばしたのになんかあの位置怖いんだけど。よし。こんで、ああ、違う。ブレーカーを入れる。でビリビリってなるけど、こっちから戻って、よいしょ。でここを飛んで、よし、これでワープできるはず。やっぱなんか画面に映ってんだよな。はいはいはい。こっちは何だろう。何にもない。暗すぎて何も見えない。トイレットペーパーだけが、これトイレってこと？そんなわけないよね。なんかこのゲームやたらこういう変な水道出てくるよね。うわ、え、こっち見てね。なんでこっち見てんの？あ、このテレビを見てんのか。怖っ。あっちにテレビあんな。とりあえずは大丈夫か。てかあそこに帽子あるけど、あれは回収要素？これ大丈夫なの？ここのをつけたいんだけど、つけると、いや、つけて多分あっちを消してワープすんだけど、まあ、どこに隠れんのって話よね。え、どこに隠れてたらバレないかな。そしてこの帽子は何？とりあえずここをつけるべき。これこの棒の裏とかでいいかな。ここで隠れてる。えい、あれ、まずここをつけるだろ。このでも電話ボックスの裏とかでいいのかな。で、えい、でも結構近づかないと消せないよね。これ登れる？登れないか。ほい、うおー、隠れろ。で、ここか？なんかバレてない？あ、バレてない。大丈夫かこれ。ああ、大丈夫なんだ。へえ、本当に盲目だね、彼らは。で、多分つけてすぐ入る。あ、やばい。やっぱりすぐでよかった。あぶねえ。ふい。ほら、あっちついてるよ、あっち。あっちついてっからさ。え、なんでこっち来ようとすんの？あっちついてるってば。え、俺どこ行った？あ、やばいかもしれない。うお、怖っ。待って。あ、終わった。待って、何が悪かった？っていうか、左の方テレビついてんだからさ、そっち行ってよ。
まあ今ちょっと手間取ったからそのせいかな。あ、いけるか。ほっ、急げ、危ない危ない。うー、あ、テレビいっぱいある。よしよしよし、これに夢中になるでしょう。あー、よかった。え、もうこれ、来るの、なんで。あ、テレビに逆に群がりすぎてんのか。で、壊しちゃったんだ今。あらららら、あ、あーはははは、おー、危ねえ。おお、危機一髪。毎回このなんか集団に追われるのあるな。てかこのモノの能力は何なんだろうな。なんでこんな能力使えんだろう。だってみんなは吸い込まれたら終わりなわけでしょ。吸い込まれたら終わりっていうか、やっぱどんどんエネルギーを吸われていずれ体もなくなっちゃうのかな。でもだとしたらさ、バス停とかにいた人も消えてんの不思議だよね。テレビの前にいるわけじゃないのに。え、あ、あ、あ、シックス、シックス、え、これ助けられる。今助ける。せーの、これ引っ張るでいいんだよね。引っ張れ。あ、いける。あ、そんな期待させて。今助ける。ダメか。おお、お前かい。え、これどうすんの。え、もう逃げ場ないじゃん。え、これどうすんの、これ終わり。あ、これか。ほら、あ、遅かった、判断が遅かった。え、もうラスボスにしちゃ雰囲気なさすぎるよね。あれ、でも今斧どっか、これが落ちてきたのか。なるほど。あー、またこの演出やんなきゃいけないのか。助けられないというのに。いや、あとちょっとなんだけどな。でも6無事なのは分かったな。で、多分、あれ？この辺のタイミングで、斧が落ちるから、これを取って、いつ殴ればいいんだろう。もうすぐ殴っちゃっていいのかな。のりゃ！おりゃ！お、あれ？どっちこれ。ダメなんかい。なんかタイミングがあるのかな。毎回さらわれるの申し訳ないんだけど。投げるわけじゃなくて切りかかってたもんね。いや、あ、違う、こっち壊すのか。なんか歯向かおうとしてたけど、そりゃそうだよな。今までの経験からして絶対壊すもんな。あれ、あ、おお、こいつでか、なんなのこの、ね、のっぽ。あ、でもやっぱちゃんと顔あるぜこいつ。でもさ、手足長いからさ、もしかしてこいつって管理人の前の姿の可能性ある。でもいくらなんでも顔のでかさが違いすぎるよな。手足長いのは一緒だとしても。でも管理人も昔化け物って言われてたみたいなこと言ってたからな。え、これただ歩くだけ。お、多分これは止まっていいよな。大丈夫か、ちょ、近すぎる。あ、よし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 、今多分見つからないように移動しろってことか。っていうか、あいつのワープ能力は何なんだ一体。よしよしよし、抜けた。おお、絶対追い回されるやん。ん？あ、なんかでもこれさ、あ、あー、来た、やっぱり。え？あ、あー、もう気づくの遅かったかもしんない。これか。あ、もう無理ですね、これは。いやー、演出怖っ、これ。これ絶対無理やん、もう。無理。それずるいって。てか、なんで走ってこないの、こいつは。あ、絶対無理ですね、もう。さようなら。なるほど。秒でやろう。てか、なんか本当に今回初見殺し多くない？本当にリトルナイトメア1とか、そんなにやられた記憶ないんだけどさ。まあまあまあ、今回は余裕でしょう。これで、違う。登って、なんでこんなスローモーションなの？よいしょ。で、これを引っぺがして、
ちょっと操作ミス注意、操作ミス注意。よし、オッケー。いやーもうラスボス戦なのかこれは。そんな気がする。うわ、なんだこれ、列車だ。飛ぶ。うい、危ねえ。ギリギリ。列車だな。なんでこんな高いとこを列車が通ってる？そもそも、そもそも論。なんかありそうだな、この辺も。これってもう追いかけられてんのか？これは？これ帽子？違うか。普通の帽子がありすぎて。どうなってんのこれ。そもそもどこを通ってた列車なのこれ。こんなの事故って当たり前やんってきた。こいつすごいな、本当にワープ能力が。ういー、ういー。まあ、ただ走る分には。ほっ。あー、やばい、身体能力が試される。反り立つ壁がある。反り立つ壁を越えて、最後のストローク。うおー、つい。オッケー。しつこいな、しかし、本当にもう。これ何？これ引けば開くの？あ、こういうことか。あ、違う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 、危ね。閉じろ閉じろ閉じろ扉。あ、ちょっと待って、なんか疲れてる。やばい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 。スライディング。おお、スライディングしなかったけどなんとかなった。いや、なんか窓貫通してなかった今。まあ今はちょっとグダったからしょうがないね。反り立つ壁を越えて、ここで大ジャンプして、この先でレバー、レバーじゃない、このなんか、このなんかを引いて、離して、降りて、で、ここを、あ、なんかここにぶつかっちゃうんだよな、微妙に斜めだから。で、スライディング、で、このレバーを引けば、多分車両は切り離される。あ、よしよしよし、オッケー。これどっちが落ちてんの？あ、自分が落ちてるのか。あ、落ちてんじゃない、列車が走り出したのか。そんなとこに。作動装置あった。それとも切り離したから動いただけ？あ、でもなんかまだ電源通ってんな。あ、いた。え？え、ゲームオーバー？あ、じゃないか。あ、でも一旦難を逃れたっていう感じか？多分そうだな。え、大丈夫？なんか結構深刻なダメージ。あ、やばいかもしんない。あ、あ、シックスの影がある。なんで？導いてくれてんのか？その導きは大丈夫か？ちょっとまた最後に裏切ったりしないでくれよ。シックスちょっと信用ならないからな。大事な相棒ではあるけど。君悪役の可能性結構高いからな。でも今回は結構、うわ、なんだこれ、なんか終わりっぽくね？大丈夫？シックスの裏切りで終わるとか言うなよ。うわ、なんかエンディング臭い雰囲気だな。あ、なにこれ。だってなんかリトルナイトメアのエンディングに近いものを感じるぞ、この構図。何にも解決してないけどな。よく登れんな、このダメージを負った状態で。毎回毎回ほんとこの小人用のはしごは何なんだろう。誰が導いてんだ。ほんとこの世界に小人はどれくらいいるんだ。どういう立ち位置なんだ。あ、なんだ。あー、でも目の前に電波塔がある。なに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 。え、なんか終わりそうじゃない。大丈夫。なんだ？あ、でもなんか、あー、出てきちゃう。うわ、うわ、うわ、建物が揺れてる。トゥーンタウンぐらい建物が揺れてる。なんか、え、ひざまずいてない？え、え、え、なんで仮面取ったの？え、どういうこと？何、屈服してんの？忠誠を誓ってんの？どういうこと？え、吸収されちゃう？あ、あ、立ち向かってる。え？うわ、なんかシックスみたいなパワー発揮してる。あ、負けた。結局負けるのかよ。何、どういうこと。
俺がなんかしなきゃいけなかったのかもう完全にムービーだと思ってたわ。そういうことか。俺が力を貸さなかったから負けたのか。そういうことね。抗えばいいのか。多分こう抗が、おお吹き飛ばした。すげえ、すごいな。何なんだろうこのパワーは。はっ、うわドゥーン。あれ、あこれ手の向きに合わせんのか。今までのが練習だったってことね。おお、ほら強いなんでさっきまでこのパワー使わなかったんだろう。なんか電波塔とのこう位置関係とかがあんのかな。くたばれくたばれ、左右ダサい掛け声だ。で真ん中左、真ん中、あどっちだこれ、手前か真ん中か、ほら、あ倒したんじゃない。だいたいこういうのは3回やれば倒せるから。あまだか、まさかの4回目あんのか。しつこいなこいつの大概。なんかでもさ、このなんだろう、焼け焦げた紙みたいなのが出る演出、リトルナイトメアのこう6が覚醒した時とそっくりだよね。なんか同じ次元のパワーなのかな。あ消えちゃった。あ倒したじゃあもうクリアじゃん。あえでもさ、これリトルナイトメア2と2じゃない1と一緒で、だって同じパワー持ってるよねこの子、あの化け物と。あ、またパワーやんのか。あいつと成り変わるんじゃないの結局。リトルナイトメアと一緒で。世代交代しただけじゃん、こんなの。何何ね、すごいフォースの力みたいなの持ってる。フォースと共にあらんことをじゃん。うわっ、あ、でもやっぱ顔は見えないんだね。多分イケメンだけどえこれあの塔にたどり着いたってことなのか。えこれで終わり。お、あでも続いてる。なんだどういうこと。あこれ最初に見たあれか。でももう邪魔するやつもいないからさ。てかでも6助けてないよねまだ。なにこれ、なんかひょうたんみたいなの見える。は、わーお、なんか急須も浮いてるし。なにこれ、うキモ、なにこれ、ん、おもちゃとかいろんな、うわーなんか、なにこれ、不思議の国のアリスみたいな感じだな。え、なにこれなに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 、あ、またなんかフリーメイソンみたいなマークもあるし。なにこれ、あ、閉じちゃったよな。あ、あ、あ、こっちが開いた。急いで行けばあそこ入れたのかな。あ、違うかハリーポッターみたいな階段。なになになに、これでもあの目指してた電波塔を登って、うわなんかもうやっぱ時空歪んでね。あ奥に目ん玉もあるし、スーパー時空歪んでるよ。あ登れんだ。やっぱこれはもう不思議の国のアリスですね。あループしてる。あ何何何、なんでループしてんの。なんかでもだんだんおかしくなってる。あ、あ、あ、なんかおかしくなってるかも。何何何何何、どうしたらいいのこれ。なんか法則があるのか。なんだ、どういうことだ。こっちか。お、でもなんもない。待って、意味がわからん。なんか変わってる。なんかこの目玉の向きとかなんかあんのかな。え待ってどうしたらいいの。無限牢獄にとらわれてる。
え？逆走しまくればいいのか？なんか音楽がヒントとかなんかあるのか？あ、なんかよくわかんねえけど変わった。よくわかんねえけど。これはなんだ？どこの扉に入ればいいんだ？なんだろう？あ、この曲が大きくなる扉に入るのか？あ、多分そうだな。あ、やっぱ多分そういうことだ。うわ、なんかもう何もかも歪んでる。おお、だし、なんかこの、チリチリも強くなる気がする。何、うわ、無限にあるじゃん。ちょっと意味がわからないぜ。うわ、ダンスがこんなぐにゃぐにゃなの、人生で初めて見たわ。ここじゃね？あ、でもやっぱ音がしないから違うのか。あ、こっちだね。あれ？しっかり。あ、ここか？あれ？音しない。あ、ここだ。やっぱこれが、あ、そうだね。これがヒントってことでいいんだ。でもこれ、どこまでこれ繰り返すんだろう。なんか何ってわけでもないもんね。怖いは怖いんだけどさ。あ、ここ？ほい。うわ、何の絵だろうこれ。結局ピント近すぎて見えない。お、こっちか？はっ。ここでやられることあるんだ。なんかすごい、もうこの世の覇者みたいな力手に入れたけど、それでもやられるときはやられんだの。あれ、でもじゃあこの3箇所のどっかってこと？これ戻ればいいのか？あ？多分今のは間違ったっていう演出だよね。あれ、やっぱここでいいんだな。ここ登れる？違うな。あれ、手前に行けないよね。はっ。いや、無理だよね。あ、わかったかもしんね。ヒント出ちゃったし。これを、この板を一回倒してからってことね。ちょっとヒント出ちゃうと恥ずかしいんだけど。あー、でもこれあれか、潰れた顔の人たちの絵画っぽかったな。だからなんか変な顔なんだ。ここか？よし。ここか。よし。だんだん上には来てるか。あ、ここ最後かな？結構上っぽい。あ、なんか雰囲気違うもん。お？こっち？あ、でも違うな。いやー、怖いね。うわ、出た、お前。出た、お前。なんだろう、ゾウさんかな。うわ、ぬいぐるみいっぱいある。うーわ。いやー、ここ怖くない？この奥。目玉こんなにあんの最悪なんだけど。あー、てか、この、